はい、おはようございます。趣味の野菜作り40年、今日は朝早くから空心菜の収穫に来ました。その前に台湾インゲンの様子をお伝えします。はい、これが、6月に植えた空心菜です。大きくなりましたので、今朝は朝早く収穫してみたいと思います。